伝説のバンドアリスのリーダーでシンガーソングライターの谷村新司さん、チャンピオン冬の稲妻、スバル群青や山口百恵さんのいい日旅立ちなど、日本国民なら一度は耳にしたことがある名曲を数知れず世に送り出してきたレジェンドですが、3月に急性腸炎の手術のため入院したまま、10月8日に帰らぬ人となってしまいました。享年75歳。また一人昭和を代表する巨星が天に召されたのです。今回は同じ昭和を代表する歌姫の山口百恵さんとの耳を疑う関係や、谷村さんの衝撃的な晩年や家族について調べてみることにしました。山口百恵さんの24枚目のシングル、いい日旅立ちの作詞作曲をした谷村新司さん、100万枚の最大のヒット曲になったこの曲は、国鉄のキャンペーンソングだったのも有名で、後に学校の音楽の教科書にも掲載され、日本の歌100選にも選ばれ、新幹線の車内チャイムとして、現在も耳にすることができます。結婚式や卒業式などの旅立ちの席で歌われることが多いのですが、谷村新司さんに言わせると、意外にもこの歌は決してそんな祝いの席にふさわしい曲ではないというのです。気になって本当の歌詞の意味を調べてみると、そこには真逆のストーリーが描かれていたのです。冒頭の冬の終わりに北に向かって一人旅に出ようとする主人公の置かれた立場とは、過ぎ去りし日々の夢に思いを馳せるしかない状況を表していて、叫ぶ時という表現自体も何か痛々しさすら感じさせるものがあって、帰らぬ人たちとは大切な人を失ったか、別れの意味が込められているのだとすると、思い出が詰まった故郷を離れることで悲しい現実からの逃避を主人公は選択したのかもしれません。そこには孤独しか残されてない中で、日本のどこかに私を待ってる人がいるというサビの部分に、いつかきっと運命の出会いがあってほしいという願いが込められているのではないでしょうか。母親が歌ってくれた歌を道連れにするという独特の表現からは、すでにいない母親の思い出の歌そのものが心の拠り所になっているのが感じ取れます。また母親と同じように父親とも忘れられない大切な歌があって、その歌も道連れに幸福を探しに出るのですが、大切な人たちは自分の前から消えてしまい、それまでの幸福も手のひらからこぼれ落ち、だからこそ愛し合える誰かを見つけ、新しい幸福を願って旅立つ決心をするという、走馬灯のように浮かんでは消える記憶の断片を胸にしまい込んで、前を向こうとする主人公の未来にせめてわずかな幸せでも待っているようにと思わず願ってしまうのは私だけではないはずです。ですから、いい日旅立ちという曲は確かにめでたい席にふさわしいかというと、そうではないかしかもしれません。しかし、この主人公にどうか幸せになってほしいと祈る気持ちが、親が子供に対して祈る気持ちや、親しい人の旅立ちに幸あれと願う気持ちと重なって、多くの人の心に響いたのではないでしょうか。そしてもう一曲、谷村さんと山口百恵さんとを強烈にリンクさせる曲があります。その歌とはラストソング。1978年に谷村さんが山口百恵さんに提供した曲で、アルバム「ドラマチック」の中の一曲で、なぜこの曲がそれほどのインパクトを残したのか気になってさらに調べてみると、1978年10月放送のミュージックフェアでのこと、泣かない女と言われた山口百恵さんが大粒の涙を流しながらこの曲を歌ったことで、現場もお茶の間も度肝を抜かれたのです。巷では一体彼女に何が起こったのかと
憶測が飛び交ったのですが、当時三浦友和さんにはすでに恋人がいて、桃江さんの恋は叶わぬ片思いだと、ちょうど週刊誌に書き立てられている最中で、この時の涙はそれが原因だと言われていました。他には山口百恵さんの次女の青い時に書かれていた内容からすると、どうやら二人はこの頃婚約したらしく、山口さんの大粒の涙の理由は自分のせいで友和さんと別れてしまった元カノへの懺悔の涙か、元カノになりきって流した涙かもとも言われていたようです。たった一度の恋の過ちだけが私を支えてくれたのにというかしも、この時期の山口さんと三浦さんの関係性を想像させるに十分なものだったのかもしれません。実際には山口さんは三浦友和さんを射止め、幸せの鐘を鳴らしていますが、それではあの涙は何だったのか、さらに調べてみると、実はラストソングのレコーディングでは、なんと谷村さんが山口百恵さんに泣きながら歌うよう提案していたのだとか。しかし泣かないことを主張するディレクターと対立、その時に山口百恵さんが発した一言があまりにも衝撃的すぎて、その場はそれ以上揉めることもなく、結局泣かないバージョンでレコーディングされたそうです。その衝撃の言葉とは、どちらもわかります。要するに、どちらのバージョンでも大丈夫です。そう山口百恵さんは言ったそうです。まだ19歳という若さにもかかわらず、なんとも凄みすら感じてしまう一言です。なぜそんな言葉を言ったのか、そこには、後に彼女が取った行動が暗示されていたそうです。というのも、あの時のミュージックフェアには、アリスも出ていたのですが、山口百恵さんは谷村さんに対して敬意を払い、レコーディングの時に提案された泣きながら歌うバージョンで、プロとして見事に歌い切ったのです。その圧巻のステージを間近で見た谷村さんは、思わず目に涙を浮かべていたそうです。余談ですが、横顔のシーンでピントが甘くなったのは、ファインダーを覗くカメラマンが涙目になって、ピントを合わせられなくなったからとも言われるほどの伝説のステージだったと語り草になっています。ミュージックフェアの音楽監督の服部克久さんは、泣きながら歌っても音程がぶれないのはひばりさんと百恵さんだけだったと後に言っています。昭和の歌姫にこれだけのパフォーマンスをさせたのも、谷村さんの歌への思いの強さが山口百恵さんのプロ魂を奮い立たせたからということではないでしょうか。さて、谷村新司さんですが、公私にわたって山口百恵さんの三浦家と深い関係があったことも有名です。2017年のリサイタルにサプライズゲストとして、三浦友和さんと山口百恵さんの息子の三浦雄太郎さんを招いた際にも、二人でいい日旅立ちを熱唱した時も、百恵さんは我が家にとって長女みたいなものだから、雄太郎くんは孫みたいなものですと語ったことがあるほど、物心つく前から谷村さんの家に行って抱っこされてたという三浦雄太郎さんも、中学生の時には手作りのお好み焼きも作ってもらいました。あれを超えるお好み焼きは未だにないと言っていましたから、谷村家と三浦家はずっと親戚同然だったのがわかります。そんな谷村新司さんのご家族や晩年はどうだったのでしょう。谷村さんには一目惚れして猛アタックの末に結婚した妻の孝子さんと、現在45歳になる息子さんと43歳になる娘さんがいるそうです。多忙な中でも幸せな家庭を築いた谷村さんですが、2018年11月に大変な事件が起こります。息子さんが彼の所属する事務所の女子トイレで盗撮をしていることが発覚。しかも過去にも数回やっていたそうです。谷村新司さんが所属するその事務所は、
妻の高子さんが経営していますが、息子さんは当然クビになったばかりか、その息子さんとは絶縁状態になっただけでなく、娘とも不安定な関係になってしまった谷村さん。さらにはとんでもないことが発覚することに。噂レベルですが、息子の事件のおよそ1年後、谷村さんは嫁と熟年離婚しているというのです。ですが、原因は息子の逮捕ではなく、谷村さん自身にあるという話です。なんと新興宗教にハマった谷村さんは、スピリチュアルな力を持つある人物に心酔し、ただならぬ献金を施したと言われています。家計への影響を顧みなかったことが、熟年離婚の原因だと巷ではささやかれているようです。息子の事件と自身の宗教活動で家族は崩壊。まさに天涯孤独となってしまったといいます。それでも、最後まで復活することを信じ、一人ぼっちで闘病生活を送っていたとも、病状も深刻なものだったといいます。5月には大腸に悪性腫瘍が見つかり、ステージ4で腸閉塞も見られることから、苦しい抗がん剤治療もあって、全く食べることができず、栄養補給をすべて点滴で行っていたそうです。余命1年の宣告をされていたとも。ただ、親しい関係の作詞家の湯川玲子さんは、谷村さんの最後の状況を奥さんから聞いており、奥さんの話では、なかなか腸が戻らないのと、谷村さんが9000分の1ぐらいの珍しい血液型で、いろいろな意味で闘病が大変だと聞いていたそうです。ですので、本当の死因については、今のところはっきりとしていません。3月に腸炎の手術を行い療養中だった谷村新司さん。ひょっとすると、山口百恵さんも夫や息子と共に、たびたびお見舞いに行っていたかもしれませんね。生前に谷村さんは、よくもう一度山口百恵さんが、いい日旅立ちを歌っている姿をまた見たいとおっしゃっていたと聞きます。山口百恵さんの返事はどうだったのでしょうか。ついに、その夢は叶いませんでしたが、どこからともなく、とんでもない噂がささやかれ始めているのだとか、そのとんでもない噂とは、山口百恵さんが谷村さんへの追悼の意を込めて、今年の紅白歌合戦に急遽エントリーされるのではという、まさに天地がひっくり返るほどのこの話。もし実現されれば、谷村さんの願いが、やっと叶うことになるわけです。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？私は、これからも変わらないのは、谷村さんの数々の素晴らしい曲が、ずっと歌い継がれていくことだと思っています。そして、アリスで歌う姿をもっと見たかった。天保院御訓豊楽日進居士、ご冥福を心よりお祈りします。合唱。